いろんなことがありますけれどもあの今日ちょっと気が付いたことであのこういう言葉がありますよね「総力戦」という言葉あの、まあ、ドイツの歴史に詳しい方なんかは、えー、ゲッベルスナチスの宣伝書、うんまあ、敗戦の時に家族もろとも自害をしてますけれど。 のゲッペルスが <laughs> 実はヒトラー以上に演説の名手だったゲッペルスですけど「君たちは総力戦を望むか」というタイトルの演説をやったことがあってでそれはあのつまりドイツのすべてを戦争に捧げるんだから。 捧げていいいいよなというそういうことなととうううそこんですねでそうだその通りだと言って、まあ、拍手喝采して、えー、突っ込んでいくということなんで、まあ、戦争のために、えー、国民の、まあ、頭の中を動員していく上で総力戦というのは、まあ、一つの重要な概念として使われたわけですね。<laughs> でまあ、近代の戦争は特にあのゲベルスに言われるまでもなく総力戦という様相を呈することが多くて、えーまあ、そ名前のとおり総力戦ですから <coughs> 兵器同士のた兵器のお互いに兵器を使用しての戦闘その全体としての戦争ということではなくて えー、ありとあらゆるものを動員して、えー、戦うということになるそこには経済力だとか、えー、科学力だとか、えーまあ、あるいは思想なんてのも入るかもしれませんね、うんまあ、先ほどのゲブベルスの例がそうですがでそういう、まあ、全てのものを動員して戦うということが、えー、正しいことであるということ 風になれば、えーまあ、戦争に強い国っていうことになるのかもしれないんですけど、えー、まあ歴史はそう簡単には <laughs>、えー、いかなかったわけですけれどあの <laughs>、まあ、結局そうやって国民を動員していくためのレトリックとして使われたという面がありますけれども現実に、えーまあ、特に科学力なんていうのはね、えーまあ、ドイツは、えーまあ、その後の弾道弾に えー、大陸間弾道弾に至るような、えー、V2 ロケットですかその前の V1 も含めて、えー、そういうものを開発しましたし、えー、まあ兵器の開発なんてのは全部ある種の科学ですんでね <coughs>、えー、含まれることだと思いますでところがこれなかなかその まあ国民を動員するときに総力戦を望むか、総力戦なんだっていうふうになったときには、だからいろんな不都合とか不便とか、困難とか、まあ、ひもじさだとか、そういうものは全部我慢しなさいという方向に行くわけですよね。で、大変不幸なことにというか <laughs>、あの、 例えば、こういうふうにも使われるわけですね。あの、例えば東京大空襲、まあ、あるいは広島、長崎、これはちょっと、ちょっと違ってくるんで、あの、とりあえず別にしておきますけれど、えー、東京大空襲、戦争と、まあ、つまり少なくとも日本軍とは直接関係のない、東京に暮らす一般の市民の頭の上に、 焼夷弾をばらまいたわけですね大量に。で、いわば、厳重建造物放火の罪だと思いますけれども、それをあえてしたわけですね。で、その時に、これは総力戦なんだから、一般の民衆が狙われても仕方がないというふうな諦め方をする時に、 あの、まあ、総力戦という概念が使われたっていう。そういう。嫌いがありますよね。まあ、そういうふうにもなる総力戦という言葉ですけれど。これ、今。ロシアと。まあ、ウクライナの間で戦われている戦争というよりは、ロシアによる侵略。まあ、この。中で。 総力戦の要素というのがお互いに出ているっていう感じがしてるんですねでこれ同じ総力戦という言葉で表現しちゃうとだいぶ要素が違うなっていうふうに思うのはロシアの場合には例えば典型的なその非人道的な兵器 テルミット焼夷弾とか熱気化爆弾であるとかあるいはそこにクラスター爆弾を入れてもいいのかもしれませんロシアの場合にはそれを住宅地に対して使ったりしたわけですからそういうものを使うまあね焼夷弾で比べるのは分かりやすいんでえー アメリカの戦略空軍のルメイが使ったナパーム弾みたいなね東京にばらまいたあの焼夷弾とそれのまあいわば発展系と見てもいいんじゃないかと思いますがテルミット焼夷弾という2,000度とか3,000度とかっていう高温で金属が燃えて頭の上に降りかかってくるわけですけどそういう。 まあものを使って都市そのものあるいは都市住民そのものもまあ抹殺あるいは殺害しようという意味での総力戦を仕掛けているのはロシアだと思うんですね。これはまあ古いい総力戦というかで まあ戦争の,その様相を表現するのにほ他にいい言葉があるかどうか分からないですけれどもウクライナもある意味では総力戦を戦っているそれはあのどういうことかっていうとえまあこれ今いろんなことが言われてますよね今現在のロシアによるウクライナ侵攻の状況というのは東部南部 両方でロシア軍がかなりの人数をかけて空爆まあ戦闘機を使った空爆を徹底的にやった上でウクライナ軍の陣地を攻略するという大作戦をやってるんですね。えー 一時期18万ぐらいの新しい兵士を特に東部に多く配置して各地でそういう攻撃の仕方をしているとところが相変わらず同じようにあのなんて言うんでしょう <coughs>、えー、前進しないと撃ち殺すっていうふうに後ろから脅してですね それで突っ込ませるみたいなことを含めてやってるんだろうと思うんです。なぜなら、まあ、ウクライナ側の資料ですけど、一日に亡くなるロシア兵の数が飛躍的に上がってしまいました。だいたいまあ四百人から五百人ぐらいだったのが、直近で八百人っていう数字に上がってるんで。 もう大攻勢をあちこちで繰り広げながら大勢ロシア兵が死んでいるというのが現在の状況もちろんその攻勢が成功したところではウクライナ兵も相当犠牲になっているのは当然なんですけどまあすさまじい状況ですねしかしそういうふうにその戦線でえまあ 激しい戦闘が行われている状況とは別に、まあ、ロシア軍もミサイルを都市に打ち込んだりしていますけれどもウクライナ軍はある意味大変効率的にロシア軍の体力を削ぐような攻撃の仕方をしていて、まあ、主に使われているのはイギリスとフランスが共同開発した。 まあ巡航ミサイルのタですね結構大きなミサイルですけど、えー、それで、まあ、それだけじゃないですけどもいろんなドローンも使い、えー、そうですねあ,の、まあ、あ,あらゆる攻撃手段を使ってだと思いますがロシア軍の兵団 えー、まあ、えー、軍事物資輸送の要になっているような駅であるとかあるいは空軍の基地であるとかいうところに加えて燃料航空燃料の基地みたいなところ、まあ、倉庫ですかね。<laughs> それから まあ武器庫弾薬そうですね弾薬庫そういうところに対する攻撃が頻繁に行われている一番新しいところだとモスクワの近郊だと思いますけれどモスクワの近郊なんですよね。工学関係のこれも兵士が身につけたりあるいはドローンに使ったりするものだと思いますけれども。 高学機器をまあ製作しているかなり巨大な構造ここはなか弾薬もあの持ってたみたいなのでもう嘘みたいな大爆発を起こしています。多分ドローン一機でそういうことになったんだと思いますね。まああのー、そういう意味では戦いを続ける上で絶対に必要な兵団それも 普通平坦と考える範囲になかなか入らないようなものも含めて、えー、ロシア軍の体力を削ぐような攻撃の仕方を徹底してやっているあまりもうあの情報としてあの出てこないようなもので言えばもうそれこそ小さなところで、えー、武器の集積場であるとか、えー あるいいは戦闘指揮所みたいなところですねそういうものも、えー、細かく細かく狙って、えー、破壊しているとそういう戦いの仕方をしているでまあじゃあそのロシア軍はどのくらい残ってるかとかウクライナ軍はどうなんだとかあるいはその空爆の威力はどのくらいなんだとかあの わかかららないいいこともいっぱいありますから簡単には言えないですけれどもウクライナ軍の戦っている戦い方の総力戦の中身の方がまあはるかに近代的というかえまあ戦争を続ける上で必要なものを次々に奪っていくという意味では ええー、それとまあこれはあのウクライナ軍が例えば橋の攻撃もありましたよねえー、いわゆるクリミア大橋だけじゃなくて何か所もその平坦という意味で重要な橋があるんですがそういうところの攻撃も おまあかなり徹底して行われている方だと思うんですが <laughs> うんまあそういうことになりますかね。あのうん、その、まあ、もう一つ総力戦という意味で言うと これはあの正規軍だけじゃなくて、えーまあ、ロシア領の,の中に入り込んでいる特殊部隊だとかあるいは親、えー、ウクライナの、えー、ロシア人の義勇兵の組織だとか、えーまあ、ウクライナ軍と共に戦っている人たちの力である可能性もあって特に火事だとか いやもうモスクワ周辺とかでも火事が大変な火事が起こったりしているのでえいくらその新しいミサイルの性能が高かったとしてもそう簡単にモスクワまでミサイルが届くんだろうかってこれはとっても疑問ではあるんですけど <laughs> まあ中にはえー例えばドローンのケースがそうかもしれませんが。 最初からロシア国内から飛ばされたっていう可能性もあるようですんでねあのつまり正規軍だけじゃなくてあらゆる軍事行動を行える組織が、まあ、一つの目標に向かってさまざまな軍事行動を起こしているという意味でも、まあ、総力戦。 いいうう形にななっているような気がします <coughs>、まあもっと他にも言うことがあ,のありえますけれどもまあそんなふうに思ったということを、まあ、とりあえず申し上げたいと思います。あのいつもですと、えー、ここにメルマガのあれが出るんですが、まあ、一応出していただいて結構なんですけど。 えと今回は、ですねこれを今話したことを、まあ、ある種の原稿というか言葉に置き換えてメルマガに掲載しているんですが今週はちょっとですねあの明日あの、関西ミーティングに出かける都合があるもんですからあの、えー、ちょっと、えー、その部分だけはお休みさせていただきたいというふうに思います。まああの <coughs> チャンスがあれば次のの号時ににに一緒に合わせてお届けするととといいいうことにしたいと思いま,すまあそれはともかくマグマグさんから出していただいてますこの2つのメルマガは、まあ、いずれも有料のメルマガで申し訳ないんですがもしよろしければ覗いてみていただければというふうに思います。えー、というところで今日はちょっと早めですが。 はい、今ねあのマスターが一生懸命あのお習字を <laughs> しているようですんでちょっとお待ちいただきたいと思いますが <coughs> まああの今日も本会議プレイバックこの後であでやりますけれども、えー、戦争の見方については多分随分いろいろ人によって違うんじゃないかな <laughs> と思いますので。 えー、デモクラテビー、TV、の中にはいろんな意見が飛び交っていると思いますがあのそれはそれとして、えー、受け取っていただければというふうに思いますそろそろいいかなまだかなと <laughs>、えー、いうところであれですね、えー、マスターが移動してこないとあれなんで恐縮ですはいあそうですね 曲はヤードバードスーなんですけどレッド・ノルボですかアート・ペッパーアート・ペッパーがいるんですねでジョー・モレロにゲリー・ウィギンスジェリーかゲリーか、えー、ヤードバードスーです